サマー、ウィンター、スプリング、オータムの順番にドレープ見ていきますので、はい、ブルーもお似合いですね。デニムとかも似合いそう。ジージャンとかね、似合いそうです。ただちょっと実年齢よりは老けて見えるかなといった印象にもありますね。なので明るさは与えてあげた方がいいです。はい、次、イエローベースに行きます。スプリング。これはコーラルピンクですね。最後がオータムのサーモンピンクです。これは色薄すぎてちょっとぼやけてますね。もう少し色が欲しいかな。薄いですね。印象薄いです。印象薄いですね。あとちょっとスモーキーさが残念。この辺からとても良くなってきました。やはりちょっと鮮やかな色がお似合いになりますね。続いてウィンターの赤です。ちょっとこれだと深すぎますね。沈んだ感じになってしまいます。こっちの明るさが入っていた方がやっぱり引き上げられますね。透明感も出て見えてますので、いい効果出てるかと思います。ではいきますね。はい、サマーのソフトブルーです。少し灰色が入ってマットな質感になっております。次、ウィンターのロイヤルブルー。ちょっと色味が濃すぎてしまいますね。グリーン、緑いきます。ブルーベースの緑は想像するような緑とは違って青がちょっと入っているような青緑です。これはサマーの緑になるんですけれども、結論から言いますとグレーが一番お似合いになります。はい、いらっしゃいませ。じゃあ機械お願いします。では手の消毒お願いいたします。本日はご来店ありがとうございます。ではこちらにどうぞ。はい、お願いします。こちらお座りください。本日はご来店ありがとうございます。ありがとうございます。はい、トランスビューティーでございます。東京の恵比寿にございます。はい、こちらの当サロンでは男性でも女性でもお使いいただけますので、皆様ぜひご利用いただければと思います。はい、で当サロンですと、ヘアカット、カラー、あとはヘッドスパはもちろんなんですけれども、あとはパーソナルカラー診断、あとは顔タイプ診断で、新しいメニューとして骨格診断もスタートしておりますので、ぜひご利用いただければと思います。で本日受けていただくパーソナルカラー診断になるんですけれども、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。では説明に参ります。はい、パーソナルカラー診断というのは、人のお肌や、髪の色などから調和する色を見つけていくものになっているんですけれども、はい、主にパーソナルカラーは4つのタイプに分かれております。春、夏、秋、冬の春夏秋冬でカテゴライズされておりまして、こちらの色味がその見本になりますね。はい、で、大きく分けましてこちらですね、黄みがかって見えるのがイエローベースといいまして、原色に黄みを足したような色味が、春と秋になります。原色に青を足したような色味に属するのがブルーベースといいまして、こちらになりますね。ちょっとこちらに比べると冷たいような印象になるかと思うんですけれども、そちらが夏と冬になります。順番に説明をいたしますと、こちらまずイエローベースの春、スプリングですね。こちらは春のような花々としたちょっと華やかな印象ですね。
明るさも明るくなっていて、華やかな方がとても多い印象です。で、こちら次、秋、同じイエローベースの秋になりますと、秋のこう実りの秋のようなちょっとこっくりとしたスモーキーな印象の方がここに該当をしたりしますね。はい、とてもエキゾチックな感じに見えるのもこちらのオータム秋の方です。はい、ではこちら次、ブルーベースになりまして、サマー、夏になりますと、サマーっていうとちょっと常夏、真夏のような印象かと思いきや、パーソナルカラーでいうサマー、夏というのは雨季から初夏にかけてのイメージです。ちょっとこのアジサイのような色味が揃っておりますね。こちらもちょっと穏やかな色味がとても多くて、はい、お肌も透明感のあるような方が多いのがここのタイプになっております。でこちら最後はですね、ウィンターですね。他のタイプと比べるととてもメリハリのある印象です。白、黒を主体にですね、他にも鮮やかなショッキングピンクとか緑、真っ赤とかが揃っていて、結構そういうコントラストが効いた色味が得意な方がここになります。ではどちらのタイプになるのか早速診断していきたいと思います。それでは診断を始めさせていただきます。よろしくお願いします。では、初めにですね、パーソナルカラーをする上で大事なことございまして、アクセサリー外していただいてよろしいでしょうか。はい、アクセサリーをしているとですね、ちょっと顔周りに色味が入ってしまって、それがパーソナルカラーに影響しますので、そちらをお願いしておりますのでよろしくお願いします。ちょっとお洋服の色味を消したいので、こちらのケープをかけさせていただきますね。はい、髪の毛もまとめてしまってもよろしいでしょうか。はい、はい、失礼いたします。では最初にブルーベースかイエローベースかを確認していきますね。ここで言うと、こちらかこちらかどちらになるのかをテストしていきます。一番初めはですね、私の診断のしやすさからですね、ブルーベースからの診断になります。ちょっと当てさせていただきまして、一番初めをブルーベースから当てていって、次イエローベースに当てます。でその時の顔写りの変化で、はい、アンダーベース、ブルーベースなのかイエローベースなのかどちらなのかを診断テストしていきますね。はい、ここで、はっきりと分かる方もいればそうでない方もいらっしゃいますので、診断をしながら進めてまいりましょう。ではいきますね。一番初めがブルーベース、ブルーアンダートーン、似合うのはシルバーです。その次イエローベース、ゴールド、ちょっと顔写り変わりましたね、この時点で。はい、ゴールドが当たると、顔血色が出てきます。一方でこちらの銀色を当てた時は透明感が出てきます。こちらがどちらがいい効果が出ているのかというのを今見ているんですけれども、今の感じだとブルーベースよりかなと思います。はい、このシルバーを当てた時、お肌が透明感増してとても艶やかに見えてます。こちらはいいんですけれども、ちょっと黄ばみが気になるかなといった印象もございます。はい、だけどこれではちょっとまだ分かりかねるので、次は実際にいろんな色を試してみていきましょう。今アンダートーンのテストをしましたが、今の段階ではややブルーベースが優勢になっております。続きましてピンク当てていきます。ピンク次はですね、4シーズン、4つのシーズン別になっておりますの で先ほども言ったように、私が診断がしやすいように申し訳ないんですけれども、ブルーベースから始まりますので、夏から始まります。サマーですね。サマー、ウィンター、スプリング、
オータムの順番にドレープ見ていきますので、はい、ちょっと頭がこんがらがるかもしれないんですけれども、頭整理しながら一緒に見ていきましょう。では、はじめに。サマーのパステルピンクですね。これがウィンター。おー ショッキングピンクになります。かなり濃くなってきましたね。次、イエローベースに行きます。スプリング。これはコーラルピンクですね。最後がオータムのサーモンピンクです、はい、説明をしていきますと、まずサーモンピンクですね、こちらを当てるとちょっとお肌が黄色くなりすぎているかなといった感じがします、うん、と少し黄色が強く入っていますので、顔が若干膨張して見えているかなといった印象です。こちらはとてもいいんですけれども、やはりちょっと黄ばみが入っていることでぼやっとした印象になっていますね。同じような明るさでいきますと、こっちの方がすっきりとして見えております、はい、こっちに比べて輪郭すっきりして見えてます。で、ブルーベース、同じブルーベースのこちら、こちらもいいと思います、はい、濃い色、すごく鮮やかな色なんですけれども、それにお顔が負けていないですね、はい、ですが、このサマーのこの明るい色味もとても捨てがたかったので、もうちょっと、見ていきましょう。今のところですね、このブルーベースのサマーとウィンターどちらも似合っているというところです。では続きまして、ブルー、青を見ていきますね。こちらも同様にサマーから始まります。で、パーソナルカラーですね、ここだけで見てしまうとちょっとわからなかったり、あとはこのドレープの色ばかり見てしまうとわかりにくくなったりしますので、パーソナルカラー診断を受ける際は自分のお顔を中心にこのドレープを見ていただくことがまず大事なポイントです。あとはちょっとわからないなってなった場合は、色味を1枚のロングドレス、ワンピースとかで着てきたらどう映るかなとかっていうのを、イメージするとちょっとわかりやすくなるかもしれません。ではいきますね。はい、サマーのソフトブルーです。少し灰色が入ってマットな質感になっております。次、ウィンターのロイヤルブルー。ちょっと色味が濃すぎてしまいますね、こちらの方がお肌すっきりとして明るい色でとても華やかに見えてます、はい、こちらだと大人っぽい印象にはなるんですけれども、ちょっと暗すぎてしまって、あのお顔が少し透けて見えてしまう可能性もあります、うん。次、イエローベースですね。明るさとてもいいと思います、はい、この鮮やかさもいいと思います。ただ残念なのがやっぱりちょっと黄みが入っているので、この2つに比べると、うん、ちょっとふくやかに見えますね。最後、オータム、まあちょっと鮮やかなようで輪郭ふっきりとは見えているんですけれども、ちょっと沈み込んだような印象に見えてしまいます。全体の印象としては薄いかなといった印象ですね。なので、はい、ソフトブルーが一番いいかと思うんですけれども、ただ、これの色味に注文をつけるのであれば、これ少し灰色が入っているというお話をしたんですけれども、こういうちょっとスモーキーな色よりかは、これくらいのクリアな色の方が似合いやすいという傾向にあるので、
ちょっと難しいんですけれども、これくらいの鮮やかさだったり明るさで、ただ清濁感としてはクリアな色を選んであげるといいかなと思います。ちょっと分からなくなってきたかもしれませんが、他の色でもだんだんに分かっていただければと思います。続きまして黄色、イエロー見ていきますね。サマーからいきます、とてもお似合いですね。これサマーのライトレモンイエローです。軽やかなちょっと蛍光の入った色です。ですっきりして見えてます。とてももともとちょっとお肌に頬が赤くてチーク塗ったみたいに可愛い頬をしていらっしゃるんですけれども、その頬をこの蛍光色がいい具合に消してくれている、で次それっぽくなったのがウィンター。これも蛍光の黄色なんですけれども、ここまでいくとちょっとお顔を曲げてしまってきてるかなといった印象です。と見た時にこっちの方が目が行くんですね。でしたらちょっと明るくしてあげて、これくらいの方が全体なじみますし、お肌もすっきりしていて、あと明るさがあるのでトーンアップして見えてます。お肌が引き上げられているような印象ですね。はい、次イエローベース参ります。これはスプリング、春の色です。こちらに比べるとクリーミーな色ですよね。ちょっと暖かい感じがしてきました。なんですけど、やっぱりこっちの方がすっきりして見えてます。明るさはいいんですけど、ちょっとやっぱり膨張感が消えないかなっていう感じです。最後、オータムです。これだと先ほど一番最初にもともとお肌にちょっとチーク塗ったような赤みがあって可愛いねっていうお話をしたんですけれども、このドレープになるとその赤みがぐっと引き立ってしまって、ちょっと走ってきた後のような印象に見えかねる、それはそれで可愛いかもしれないんですけどね。もともと血色感がある方なので、すっきりさせてあげた方が綺麗に見えます。あとは鮮やかではいいと思うんですけれども、鮮やかすぎてしまうとお顔が負ける傾向にあるので、ちょっと鮮やかでも明るい色を選んであげると似合いやすいかなと思います。グリーン、緑いきます。ブルーベースの緑は想像するような緑とは違って青がちょっと入っているような青緑です。これはサマーの緑になるんですけれども、すごくやっぱりすっきりしてお似合いですね。サマーの傾向強いと思います。次ウィンターのグリーンです。綺麗、鮮やかで顔が引き立ってますね。これはこれでとてもいいと思います。続きましてスプリングのグリーン、明るさとてもいいですね。これくらいちょっと苦手な傾向にはあるんですけれども、これくらいの明るさであれば大丈夫そうです。はい、最後にオータムのグリーン、グリーンに関しては今までよりかは黄みはあまり目立たないんですけれども、でもちょっと今までの傾向から言うと黄色がたくさん入っているものはちょっと苦手かなといった印象です。で全般的に緑お似合いなんですけれども、特に似合ってるなと思ったのはスプリングの、今までちょっとブルーベースで来たんですけれども、グリーンに関してはスプリングのグリーンお似合いになってます。今までの傾向から言うでも、こちらの青みが入ったサマーのグリーンも同じようにお似合いです。ちょっと大人っぽい印象になりますね。こっちだと可愛らしい印象になります。
結構緑という色が得意な方ですね。うん、じゃあ続いて赤レッドいきます。一番最初サマーのレッドですね。ちょっと青っぽいようなラズベリーみたいな色ですね。非常にお似合いだと思います。お肌すっきりとしていてとても凛として見えますね。赤なのでリップスティックとかのあの色、ルージュの色とかでもこういった色に似合うかと思います。はい、ちょっと青みがかった赤ですね。続いてウィンターの赤です。ちょっとこれだと深すぎますね。沈んだ感じになってしまいます。こっちの明るさが入っていた方がやっぱり引き上げられますね。うん、透明感も出て見えてますので、うん、いい効果出てるかと思います。うん、ちょっと濃いですね。続いてイエローベースですね。うん、明るさとてもいいと思うんですけれども、ちょっと鮮やかすぎてしまってややこちらの方が、うん、目がいってしまうので、まあ、お似合いとはまだ言い切れないかなといった感じです。最後オータムですね。これはこれで大人っぽく見えていいかとは思うんですけれども、先ほどの傾向から言うとちょっと黄みが強く入ったものは若干苦手な傾向にございますので、一番得意なのは一番最初のこの色、お似合いだと思います。結構私のイメージですと一番最初診断する前のイメージってオータムさんだったんですよ。なんですけど実際に当ててみるとこっちの方がスッキリとして凛として見えてますので、やっぱりいくらプロの私でも画面越しで見た印象と実際に似合う色ってやっぱり違うんですね。続いて白、ホワイトいきますね。白で似合わない人っているのって思われがちなんですけれども、白にもいろいろやっぱり色が微妙に違いまして、一番最初がサマーの夏の白ですね。真っ白とはちょっと言えないですよね。オフホワイトという色です。ちょっと聞いたことあるかなと思うんですけれども、うん、少し気に感じますよね。うん、続いてウィンターの真っ白純白ですね。まあいいんですけれども、何かしら色味が白でも入っていた方が馴染みとしてはいいです。真っ白になってしまうとこっちの方が目がいってしまうので、 T シャツとか春とか夏になると T シャツ1枚とか結構着るかと思うんですけれども、真っ白で太陽に照りつけられると反射しそうな白というよりかはちょっと混じりっ気があるようなオフホワイトの方が良さそうです。続いてスプリングの白、白というかもうほぼベージュに近いんですけれども、ちょっとお肌黄ばんできちゃったんですね、この時点で。うん、真っ白がちょっと難しいけど、これくらいの方がスッキリとして見えてます。うん、ここまでちょっと黄色くなってきましたね、お肌が。うん、スッキリとして見えてます。最後がオータムですね。まあ、これはこれでとてもいいかとは思うんですけれども、ちょっと印象としては薄くなります。明るくしてあげた方が良さそうですね。なので T シャツを着るときはオフホワイトとかっていう色味を選択してあげるといいと思います。はい、では最後ベーシックカラーといいまして、そのシーズンが得意とする無難色を揃えたものになっています。サマーさんが得意とするのはグレーです。
続けていきますね。ウィンターさんはブラックです。先に行きますね。スプリングさんはベージュです。オータムさんはブラウンです。まあ、この色はこの色で肌引き締まっては見えているとは思います。ただちょっと実年齢よりは老けて見えるかなといった印象もありますね。なので明るさは与えてあげた方がいいです。はい、なんですけれども結論から言いますとグレーが一番お似合いになります。はい、やはり先一番最初に言ったようにお肌にもともと血色感が強いのでそれを青みとか冷たい色でちょっと打ち消してあげるくらいの色の方が全体と調和をします。ただちょっとこれで言うと強すぎるグレーの中でもちょっと強すぎるかなっていう印象がありますのでもうちょっと明るくてもいいかもしれませんね。はい、上着を買うときはグレーでちょっと明るめのものとか選んであげるといいかもしれません。はい、でまあ、補足なんですけれどもこのウィンターのグレーは完全にこっちの色味の方が勝ってしまっていて、パッと見た時にこちら側に目が行ってしまうのでこちらは違いますね。では結果が出ましたので失礼いたしますね。今回の診断結果はこの4シーズンのカラーの中で一番似合う色、それはこのサマーの色味になりました。はい、結構明るいんですけれどもクールな色味が揃っていてこうちょっとミックスしてロマンティックな印象になります。はい、アジサイのようなラベンダーだったりだとかあとライラックとかっていうのが特にお似合いになるかと思いますのでメイクやファッションでこういった色味を入れていただけるととても印象よく見えるかと思います。はい、あとはお肌にとても透明感ございますのでくすんだ色を使うよりかはちょっとクリアな色の方がいいかなと思います。このサマーさんって一般的にはくすみ色マットな質感が得意と言われているんですけれどもお客様の場合はもともと透明感がとてもある方なのでその透明感をあえてマットさで打ち消してしまうよりかはそのツヤ肌を生かしてあげた方がいいです。なのでこういった色味を使いながらクリアな色を選択するようにしてください。はい、ではこちらサマーのドレープすべて40種類くらいですね揃えておりますのでその中から特に似合う色というものを探してまいります。では順番に見ていきましょう。いいですね。ただ先ほどよりちょっと色味入っている方がお肌すっきりとしてはっきりとして見えます。いいですね。こちらもこれくらいの鮮やかさであれば綺麗に着こなせます。こちらですとマットな質感になってしまってやや印象が薄くなりますね。こちらは色が鮮やかすぎてしまって負けてしまってます。次赤いきますね。赤これくらいの色味であればとても綺麗に着こなせます。この赤ですとちょっと色味が強すぎてお顔が負けてしまってますね。このスムーキーな色はあまり印象としては浮き立ってこないです。黄色いいですね。軽やかに見せたいときはこれくらいの黄色いいと思います。はい、次グリーンいきます。これもとてもよく見えてますね。一番最初のグリーンいいと思います。グリーンに関してはこの色ちょっと鮮やかすぎてしまいますね。パッて見たときにこっちの方が目がいってしまいます。ちょっとこれより色を抑えてあげた方がいいかなって感じですね。スモーキーさはお似合いにはならないかな。ではブルー見てまいりますね。いいですね。
こちらの方が色際立って見えます。この色も鮮やかですけれども、これくらいであればお顔立ちはっきりとして影が出てきます。いい影ですね。これはやはりスモーキーな色になりますが、印象薄くなってしまいます。このブルーいいですね、うん、深い色のブルーを使いたいときはこれくらいのブルーいいと思います。これは色薄すぎてちょっとぼやけてますね、うん、もう少し色が欲しいかな。薄いですね。印象薄いです。印象薄いですね、うん、あとちょっとスモーキーさが残念。この辺からだんだんと良くなってきました。いいですね。次、ブルー。ここまで行くとちょっと色味がかかってますね。次、これちょっとスモーキーで印象薄いです。次、だんだん紫系に行きますね。可愛らしいんじゃないでしょうか。紫似合いますね。あ、これすごく素敵。これ一枚のドレスとかいいんじゃないでしょうか。なんかプラチナのネックレスとかも一緒に合わせてあげたら素敵に着こなせそうですね、うん、色味強いですけどこれも OK ですね。素敵に着こなせてます。ちょっと印象強くしたい時とか濃い色いいと思います。次、ピンク、うん、ピンクは可愛いですけどこの色ちょっと顔赤らんできました。やはりちょっとアーミーが入ってるパープル系の方がお似合いの傾向ですね。顔の赤さがちょっと消えなくなってきてますね。パープルいいんじゃないでしょうか。これはスモーキーであまり印象移らないです。あ、着るか着ないかは別として、このグレーはお似合いです。やはり青み結構お似合いですね、うん、こちらに比べると青みが出てきてます。いいですね。グレーいいんじゃないでしょうか。結構暗いグレーですけれども、ベーシックにお使いいただけるグレーですし、フェイスラインがしっかりと出てきてます。これいいんじゃないでしょうか。無難に T シャツとしてお使いいただける色かと思います。こちらは印象薄くなりますね、うん、もう一声、もう少し色味が欲しいです。だんだん顔写りが良くなってきましたが、もう一つ、こちらももう一つ、もう一声、この辺からとても良くなってきました。やはりちょっと鮮やかな色がお似合いになりますね。鮮やかすぎではないですけどね、似合います。最後このブラウン、とてもお似合いになるかと思います。コートだったりとか、あの無難にお使いいただける色になってますので、ぜひ使ってみてください。サマーさんのブラウンの特徴はココアブラウンといって、ちょっと赤みが含まれたブラウンです。ぜひ試してみてください。ありがとうございます、はい、ではこちら全て似合う色になっております。まずピンクからですね。鮮やかなピンクもとてもお似合いになります。いいですね。黄色、ポップな感じがして綺麗です。グリーン、爽やかになりました。ブルーもお似合いですね。デニムとかも似合いそう。ジージャンとかね、似合いそうです。青、結構似合う色多いですね。ネイビーもお使いいただけます、うん、パープル、すごく素敵。透明感が出てますよ。これもいいですね。ドレスに着てほしい、うん、これとかとっても肌綺麗に見えてますし、輪郭もよく見えてますとっても素敵。これもいいですね。大人っぽく見えます。グレーもベーシックにお使いいただけますね。
これもいいですね。白はオフホワイト選択してみてください。ベージュ、ココアブラウンの色です。最後、ちょっとミルクチョコレートみたいですけれども、こういった色でも扱いいただけますので、茶色も着ちゃってください。これ全部、お、ちょっと広がっちゃったけど、すべて似合う色です。結構淡い色とかも多いですよね。鮮やかな色も多いんですけれども、ところどころにパステルカラーも多いのが特徴です。はい、ちょっとアイシーなカラーが含まれてますね。ですので、ファーストシーズン一番似合うパーソナルカラーはサマータイプで、16タイプのパーソナルカラーって言いますと、ブライトサマー、華やかな青みの色ですね、が似合います。一番似合うのはブライトサマーですね。はい、で2番目に似合うシーズンタイプはサマー以外のところから選ぶんですけれども、これまでの特徴を加味しますと、2番目に得意な、パーソナルカラーはウィンターです。16タイプでいうとクリアウィンターという診断結果になります。クリアウィンターは、さっきちょっと言ったんですけれども、こういった鮮やかな青みの色も多いんですけれども、その中にところどころアイシーなパステルカラーが含まれているっていうのがクリアウィンターさん、透明感のあるクリアウィンターさんの特徴になりますので、そのウィンターもぜひお召しになってください。はい、I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to one of my favorite salons and spas called Trans Beauty.This place is located in Tokyo, in Ebisu area. I personally come here regularly, also off camera, because I really love the session here. It's very relaxing atmosphere, and also very effective for migraines, for headaches, and also you can get very nice hair treatment also. I really like this place, especially they use organic products, all from the shampoo treatments, all organic. And also this is private salon, so you are the only customer when you come here, and males, females also welcomed, foreigners also welcomed, if you can speak a little bit Japanese, so you are very welcome to come here. And recently they have startedpersonal color analysis also, and today I got to experience that session as well, which is my very first time, and it was very nice to see my personal, to know my personal colors, and it was very interesting session and very helpful. And also the head spa is really the bestAnd I really recommend you to get head spa and also personal color analysis. There is a special discount 10% off for Asymmetric subscribers. So make sure to check the description below for more information. And if you're interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye.